これが今店舗の、はい、店舗の方ですね。で、ここからちょっとぐるっと回りますね。これ表が商店街側。そうです。これ商店街側です。で、これでちょっと方向転換をします。これが今既存であるあの棚です。はい。ステージに なるっていう、ね。そうです。ステージになる。で、これが花のあの離れの方を見た。見た感じ、ね。はい、うん。感じです。こう一応壁をぶち抜いて。そうです。で、まあ今こう覗いたらここが今既存の事務所に上がる建具になります。ま、うんうん、っすぐの動線、ね。で、ずーっとまっすぐ行ってこれが、うん、今本来なら台所側ですよね。そうですね。はい。今あるね、でここが本当は開口になってます。うん、はい。でここの扉を開けるとトイレ。お風呂の方に。あ、お風呂の方ですか。はい。お風呂のちょっと行ってみます。はい、これでこちらに行けば、うん、ちょっと待ってくださいね。これが今狭いんで、うん、分かりづらいかな、ちょっと、うん、狭いんで分かりづらいんですけど、うん、一応これがお風呂の入り口です、既存の。はいはいはい、はい、あ、なるほど、はい、お風呂の中から見た感じ。そうです。で今ここに建具があるので、はいはい、これをじゃあ入っていきます。入ります。この建具をトイレの方に行くような形になります、うんうん、そしたら今見えるのがトイレ。あ、これがね、はい、はいはい、これがトイレで、ここをぐーっと見たら、今ここに本当は間仕切りの壁があります。ね、で、ここに階段です。階段がある。はい。じゃあ仕切られるっていうことですね。そうです。ここはもう仕切られます。はい、階段の部分は仕切られる。で、2階に上がる方は店舗側の扉から上がっていくという。はい。で、ここは常時鍵はかかってるっていうことですね。はい。一応鍵は中からかけれるようになります。はいはい、で、出て。今度、中庭の方。中庭の方です。はい。これがもう今。中庭の、はい、これ今石ハットさん側の方なんですね。そうです、そうです、うん、で、ここの今サッシが見えるのが離れの方に行く方です、はい、それで、まあ、全体見回して、はい、これが今店舗側を見てます、うん、今板塀で、こっちは縦でやっていこうという形です、うんうん、はい、の全体がまあこういう形です。はい。イメージはだいたいつかめるな、はい、今の、ね、